こんにちは、大輔です。今回はね、法人化していこうと思います。で、僕がなんで法人化しようとしてるのかみたいな理由については動画の後半に話すとして、で、これから専門家のところに行って法人の事務手続きを進めていこうと思います。で、その手続き進めながら法人のあれこれについていろいろ聞いていこうと思うので、どんな人が法人化していくのかとか、法人化のメリットデメリットとか気になる方はぜひこちらの動画参考にしてみてください。それでは行きます。レッツ法人化。お願いします。続いて、はい、就任承諾書という書類です、はい。ではい、この会社の取締役に選任されましたという、はい、承諾する書類です、ね、はい、はい、名前のことを選任書と申します、はい。じゃあもう一箇所上ですね、はい、OK です。はい、はい、ありがとうございます。これ社員、法人員っていう法人員、はい、人生初の法人員をしていきます、はい。社名は株式会社東北フリーランスです、はい。というわけで法人化のお手伝いを、していただいた木村さんにお話ちょっとだけお伺いできます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介だけお願いしてもらってもいいですか。はい、未来総研行政書士の木村と申します。はい、よろしくお願いします。はい、お仕事としてはどういったお仕事を。はい、行政書士としては、会社設立のお手続きだったり、はい、各所の許可、認可関係の申請などを、はい、扱っております。はい、はい、というわけで僕も知り合いのつてで紹介していただいて、未来総研さんにご依頼して今回法人化のお手伝いさせていただいてもらったんですけど、ただお手伝いにとど、まらず撮影もしていいよということなのでお言葉に甘えて撮影させていただきます。で、僕の視聴者さん結構フリーランスとか法人化とか興味ある人多いと思うんですけど、実際その法人化ってそんなに馴染みがあることじゃないと思うので、その法人化についてちょっとお伺いできればと思うんですけど、はい、まず法人化ってどういう人がどういう目的でどのくらいのタイミングでやるものなんですかね。そうです、個人的な印象としては、はい、何年か個人事業を経験していて、売上がある程度上がってきたなっていうタイミングで、法人化するパターンも多いかなと思います、はいはい。その目的としてはやっぱ法人税とかの保険税というか。あ、そうですね、個人で払う税金と法人化した時の税金を比べた時に節税になるっていうことも結構あるみたいなので、はいはい、そういった時には、弊社の担当者が法人化を進めたりっていうことはありますね、はいはい。なるほど。ちなみになんかネットとかでよく見るのは年商1000万とかいうボーダーよく聞くんですけど、はい、なんか明確にあるんですか。明確には業種にもよるので、はい、ない、ないですね、はい。その都度その人が今かなっていうタイミングで、はい、っていう感じです、はい。ちなみに僕が法人化した理由は動画の後半でお話させていただきますので、お願いします。じゃあ、あと木村さん多分いろんな方の法人のお手伝いとかしてもらっていると思うんですけど、はい、法人化のメリットデメリットとかってあったりするんですか。そうですね、メリットとしては、個人事業主の時だと基本的には個人の名前とか野望とかでお仕事してると思うんですけど、株式会社とか合同会社とかっていう会社になるので、対外的に信用度が上がるんじゃないかなっていうところが一番のメリットかなと思います。デメリットとしては決算の申告が複雑になったり、あ、なるほど、出ていくお金もそれなりに増えるんじゃないかなっていうところはありますね。なので規模によっては法人化しない方が手元に現金が残る方もいるので、そういう方は個人のままの方がいいんじゃないかなと思います、なるほど。やっぱ結構そのお金の面が大きいですね、そうですね。ありがとうございます。という感じで、未来総研さんにお手伝いいただきました。で、この未来総研さん実は YouTube をやっていて、ここのチラシがまさに木村さんも出演されてるものもあるそうなので、はい、概要欄にリンク貼っておきますので、興味ある方はぜひ見てみてください。宮城がメインで活動されてる、そうですね、はい。なので、もし宮城で法人化したい方はぜひ未来総研さんも見てみてください。というわけで、木村さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた、僕の部屋まで通します。それでは。はい、というわけで戻ってきました。こんな感じで法人化を進めていきましたが、すいません、聞きそびえていたんですけど、法人化でね、必要な準備っていうのがいろいろあって、
まず法人の準備とか定款の作成とかいろいろあるんですけど、僕はその辺をもうまるっと一気に依頼して、もう法人の手続きを進めているっていう感じなので、僕自身はその法人の手続きの流れとかは正直一切わかりませんので、そこはちょっと解説しきれないんですけど、まあ一個噂で聞いてるのは、この定款作成ってのは結構大変らしいですね。事業の目的とかそういうのを全部決めて、その任期とか全部まとめてやるのが定款で、でそれがいろんなこうところで認可されて初めて個人化していくっていう流れなので、この定款っていうのが結構ハードルが高くて大変らしいです。はい、まあ、僕はそこら辺は外注しているというところで、まあ、これを見てるあなたが法人化したいのであれば、そういうのも外注できるなっていうところも一個参考にしてもらえればと思います。であと僕が法人化した理由と今の気持ちをちょっとお話しできればと思うんですけど、まあ、法人化した理由は正直、ノリです。これ本当にノリです。でどういうことかっていうと、僕のフリーランスの先輩で先に法人化した人がいたんですよね。でその方にいろいろ相談したんですよ。どれぐらい売り上げが立った時に法人化しましたかとか、法人化して良かったことないかありますかとか、いろいろ聞いてたんですけど、その人に言われたのが、コウスケさん、それって法人化する理由を探してるだけですよねって言われて、それ言われた時に確かにそうだと思って、で僕はやっぱ法人化したいっていうのが先にあって、それをするための理由を探してただけなんですよね。でその先輩が言わんとしてたことは、法人化したいならすればいいという話で、それはそうだと思って、で、まあ、この4月が区切りがいいので、もういいや、ここで法人化しようと、いろんなお仕事ありましたけど、手続きを一旦ここに集約して、じゃあもう法人化して、ここからちゃんと一法人の代表としてやっていこうという思いでやりましたので、あんま参考になるようでならない気がするんですけど、フリーランスになるのと一緒で、法人化するとかも全部一緒で、もう自分がしたいと思ったら先にしてから手続きとかを後からやっていくっていうぐらいでいいと思います。こういう準備が整ってからフリーランスになろう、こういう準備が整ってから法人化しようとかじゃなく、フリーランスになりたいならフリーランスになってから考えればいいし、法人化したいなら法人化してから考えればいいのかなという思いで、今回は法人化してみました。で、まあ法人化した上での今の気持ちなんですけど、この手続きが済んで来週くらいからようやく法人化できるので、今あんまりこう喋れることもないんですけど、まああんまりやることがそもそも変わらないので、まあただただ法人化したなっていうだけですかね。こう社員を雇うとかそういう予定もないですし、規模が何か大きくなるとか仕事の内容変わるとかもないので、うん、ただただ法人を持ったなっていうだけなんですけど、まあでも独立初月から僕はこの YouTube 更新してるんですけど、月収3万円で苦しんでいたあの頃を思うと、まあノリですけど法人を持てるようになったんだなっていうようなね、この数年で人生大きく変えることができたんだなっていうのは、まあ一個法人を持ったっていうところで実感は持ったタイミングかもしれないですね。まあそんな感じです。結構ね、今回は法人化っていう割と大きなイベントにしては内容は割とゆるっとした感じでしたけど、というわけで僕も法人化して今後は活動していこうと思います。でこれを見てるあなたは、まあもし法人化したいなとか思うのであれば参考にしてもらいたいのと、あとまあ僕が一個この動画で伝えたいのは、さっき話した通りですけど、まあ、フリーランスとか法人化とか全部一緒で、やりたいなと思ったらやってから考えるっていう順番の方が間違いなく人生は早く変わっていくので、僕の動画ずっと見てフリーランスになりたいけど何すればいいか分かんないって思ってる方は、まず何でもいいからちょっとずつ動いてみるっていうところ、あとは僕みたいに準備が整ってから会社を辞めるんじゃなくて、会社を辞めてからフリーランスとしての準備を整えるとか、そういう順番でもいいのかなと思います。はい、というわけで法人化のお話していきました。で、まあ、なんか法人化について気になることがあれば答えられる範囲で僕も答えていくので、ぜひ YouTube コメント欄とかで質問してください。というわけで今回の動画は以上になります。また僕のチャンネルではこういったフリーランスの働き方とか個人の働き方について、リアルなところを発信していきますので、興味ある方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。